今日は9月9日、5時ですね、夕方5時。逗子マリーナの、これは、リベラ逗子マリーナですね。台風も過ぎ去ったんで、風はだいぶ収まります。そして、これは、逗子マリーナの奥ですね。あ、結構ね、結構いい波、いい波って言ってました。大した波。大崎を切り取りやれば逗子マリーナの木だから誰もいませんね。これがね、江ノ島がしっかり輝いてます。太陽に照らされて、3本目は黒雲に覆われて、スズメがはっきり出てきますね。それに、出足の木が南国の感じを作ってますね。こういう感じです。これは結婚式場だったんだね。あ、怖いな。光が輝いてる。